Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋な、ここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは新型コロナウイルスのワクチン接種に関するお知らせです。60歳以上の方や18歳から59歳で基礎疾患を有する方、医療従事者の方などについては3回目の接種から5ヶ月が経過していれば4回目の接種が受けられます。接種には接種券が必要です。一部の方は接種券の発行申請が必要となる場合があります。詳しくは名古屋市の公式ウェブサイトをご確認ください。また引き続き3回目の接種も実施しています。3回目の接種はファイザー社ワクチンは12歳以上が対象で、モデルナ社ワクチンおよび武田社ワクチン、ノババックスは18歳以上の方が対象です。特定の医療機関で接種できるノババックスは他のワクチンに比べ副反応の発生頻度が少ないことが報告されています。その他1、2回目の接種や小児接種も引き続き受けることができます。特に若い世代の皆様は接種をご検討ください。新型コロナウイルスのワクチン接種について詳しくは接種券に同封されているチラシや名古屋市の公式ウェブサイトをご覧いただくか、名古屋新型コロナウイルスワクチンコールセンター電話 050-3135-2252 までご連絡ください。なお、ワクチン接種は強制ではなく本人の意思に基づき実施されるものです。職場や周りの方などに接種を強制することや、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようお願いします。 Next。 続いて吹き付けアスベストの対策補助制度に関するご案内です。吹き付けアスベストとは建物の耐火性や断熱性を高めるために使用された吹き付け材のうちアスベスト成分が含まれるもののこと。アスベストの繊維は非常に細かく、劣化などにより空気中に飛散したアスベストを吸い込むと健康被害につながる可能性があります。この吹き付けアスベストは昭和31年頃から平成18年頃まで建物の柱や天井などに使用されていました。名古屋市では吹き付け剤にアスベストが含まれているかどうかを調べる分析調査に対して費用の全額を対象に上限15万円までの補助を行っています。補助の対象は市内の民間建築物で、この先も継続して使用するものに限られます。建物を解体する場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。補助を受けるためには分析調査の契約前に申請する必要があります。申請には建物の図面など必要な資料がありますので、まずは住宅都市局建築安全推進課電話 052-972-2935 052-972-2935 までお問い合わせください。なお、名古屋市では建物を所有する方や管理する方を対象に吹き付け剤の有無などをお尋ねする調査を実施しています。調査票が郵送された場合はご協力お願いします。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで屋外広告物に関するお知らせです。名古屋市では安心安全で快適な街づくりを目指して、違反広告物の是正を強化するため9月を屋外広告物を考える月間と定めています。違反広告物とはガードレールや電柱などの公共物件に許可なく掲示された広告物のことです。縦看板や上り旗、張り紙、張り札などが含まれ、違反広告物が街に氾濫すると街の景観を損なうだけではなく、運転者や歩行者の視界を妨げ道路交通の安全を阻害する恐れがあります。屋外広告物を考える月間の活動として名古屋市では市民の方と協力して違反広告物をなくすパトロールを実施、また市民の皆様に広告物のルールやマナーについて知っていただけるよう、広告で街も心も美しくをキャッチコピーに啓発活動を行っています。
違反広告物の是正強化にご理解ご協力をお願いします。屋外広告物を考える月間について詳しくは名古屋市住宅都市局ウォーカブル景観推進室電話 052-972-2735 052-972-2735 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube にもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。